どうしても慣れてない人ってさ、いい形で引き込みたいと思っちゃうんだよね。だってそうしたら攻めれるし、というかもうそうしないともうバンバン攻められるだけになっちゃったらみたいな。でだけど正直そのいい形で引き込むには立ち技が強くないと無理なんですよ。立ち技の組手、せめて立ち技の組手だけでも強くないと無理なんだね。うん、もうこれは残酷だけどそうなの。うん、だから俺は思うに、初心者さんはでもそうだから、いい形で引っ込んでさ、引っ込んだ時にはバンバン攻めるっていうのはもう正直ファンタジーなんで、それを追求するとその立ち上達の効率が悪くなると俺は思う。ごめんね。で初心者さんは何を目指すか、こっから始めることを俺は目指した方が断然いいと思う。こっから始めても僕は大丈夫です。これが それはすごく遠い道のりに思うかもしれないけれども、正直これをも目指すのが最短、上達にとって最短だと思う俺は。だってモンジュアル、こんな場面めっちゃあるでしょ。これが大事なんですよ。うん、だからあとありがとうね。ちょっと喋ってみるのあれだけど、まあその今上達の書いてるけど、立ち技が強くて上になりたい A さんがいるとしてね。立ち技ができないくせに上になりたい B さんがいる。でここに、いい形で引っ込みたい C さんがいる。ここにどういう形でもいいから引っ込めればいいやっていう D さんがいるとしよう。だこの ABCD さんと ABCD さんが戦うこの何そう総当たりでやったとしたら、一番勝率がいいのはこの A さん、もちろん A さんだよね。やっぱ投げれるし上、俺は上から攻めたい。で次に勝率がいいのは D さんなんかは何でもいいから下になりたいと。で次にいいのは実は B さんなんだね。ちょっとこれも細かく言えない、でもうちに帰ってやって作ったら分かるよ。うん、投げれないけど上になりたい B さんは C さん相手だったら上になれるし、 D さん相手にも上になれる。 A さんに絶対勝てないけどね、 B さんで。この C さんが一番勝率が悪い、一番困る。 A さんとやってもダメ、 B さんとやってもダメ、 D さんだけこの人がやって相性がいいの。うん、だからね、そう考えると、じゃあ A さんを目指すか B さんを目指すか。だけど A さんを目指すのはもうリスクが高すぎるし、その使う能力が多すぎるんで、この D さんを目指した方がいいというのは僕の考えです。うん、だからそう、お願いします、お願いします。でもうここから始めて大丈夫ですってならんとなった方がいいので、でハーフワードを目指すのはとてもいいこと。で、でも、なんか、そう、相手がここで、で、なんか、とちくるって座って攻めてきた。座って、すみません。こういう人だったら、ちょっと、ハーフいけるかもしれんね。こういう人ならいいわけでしょ。でも嫌なの、立ってくる人でしょ。立ってこられると、ちょっと俺、ハーフ入りたいんだけど、足さばいていい。みたいになってこうやられるわけじゃん。だからその俺は思うに、でも、俺は思うに、あしまあ、なんかさばいて攻めてきて、俺ハーフ入りな、もうなんか攻めてきて、もうカメガード上手くなれば、今ハーフ入ったろうね、カメガード上手くなればハーフ入れるんで、カメガード上手くなった方がいいよ。カメガード、特に体が柔らかくて、ありがとう、はい、体が柔らかくてこうなんかビヤンこう柔らかくて足もぐるぐる回りますなって人はオープンガードやってもいいんだけど、あんまそうも見えないし失礼ですけど、これで足つかない人はオープンガードやったらダメね。そんな上手くならないし怪我するだけだから、うん、だからそういう人はもう常に前傾して前傾してこういうガードで足さばかれたら亀になって相手の足に引いてそれにしがみついてガード作ればいいん で現実にそれしかできないけどめっちゃ強い人山のようにいるのよ。うん、で特にその体幹が強い人とか亀でも強いし、僕から足引っ掴んでかガード入れるって結構簡単なんだとか、そこから起きて倒すとかもしやすいから。でもそういう人がいやみんなやってるからってこういうガードやってるとうまくなんなくてやめちゃうんだよね、怪我もするし、すごい苦労するし、
立ち当たりより苦労するかもしれない。だって永遠にうまくならないもん、だって柔軟性の問題で足回んないのにこんな形したらパスされるに決まってんのに、こう何が、なんか自分に非があると思うともったいないからっていうお話はまず先にしときたい、でも俺が間違ってたらごめんね。今の俺はもうそれで間違いないと思ってるんだけど、だからカメロンドやればいいと思う。師匠。